バレーボール第6回 V リーグは1999年12月17日から2000年3月19日まで行われた V リーグの大会である。2回戦争あたりのレギュラーラウンドを行う。通算成績の上位4チームが変則リーグ戦を戦い、上位2チームが優勝決定戦を行う。 1月14日、1月15日、1月16日、1月21日、1月22日、1月23日、1月25日、1月28日、1月29日、1月30日、2月2日、2月4日、2月5日、2月6日、2月9日。 1レックの結果2月11日2月12日2月13日2月16日2月18日2月19日2月20日2月23日2月25日2月26日2月27日2月29日3月1日3月3日3月8日3月5日2レックの結果3月17日3月18日3月19日3月11日3月12日 この結果、朝日火星が、次期 V リーグ残留を、日立国分が昇格を決めた。12月17日、12月18日、12月19日、12月23日、12月25日、12月26日、1月8日、1月9日、1月10日、1月15日、1月16日、1月21日、1月22日、1月23日。 一レックの結果1月29日、1月30日、2月4日、2月5日、2月6日、2月11日、2月12日、2月13日、2月18日、2月19日、2月20日、2月25日、2月26日、2月27日。2レックの結果3月10日、3月11日、3月12日、3月11日、この結果、シーガルズが、次期 V リーグ残留を、 東北パイオニアが昇格を決めた。ありがとうございます。